はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのエスパーデルニーを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、新カードヨナレタ見張りデルニーをフィーチャーしたデッキですね。デルニーは3マナ22という貧弱なボディではあるのですが、パワー2以下の生物の能力が2回誘発するようになり、うまく使うととんでもないアドバンテージを得ることができます。エスパーにおいては黒幕、マルコム、コウモリ、説教者、ラフィンなど様々な生物とのシナジーがあり、デルニーを最大限強く使うことができますね。使っていてどれも強力だったのですが、特にコウモリでの2枚半ですと、説教者での能力2回誘発はとんでもなかったです。エスパーはなかなか枠がなくて新カードの採用が難しいのですが、ラザーブに関しては割と採用の余地がある1枚で、今の環境だと相手のカルノサウルスを追放しながら後々突然パワー7で殴ったりと面白い動きをすることができますね。新カードとしては関係者の集合もサイドに1枚くらいワンチャンのあるカードで、主にミッドレンジ対決においてアド勝負ができるカードになっています。はい、ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、2マナ息のクリーチャーはないんですが、まあ後手ということで、キープしていきましょう。さあ相手は島からフェアリー。フェアリーデッキは割と懐かしいですね。青白。あのフェアリーは、切り崩しが効かないのがね、結構強いですよね。さあ、相手、長方ランドから、長方はトップのままと。さらにセレン。うん。さて、2マナクリーチャー出したかったですが、まあ、ここは、しょうがないので、切り崩しを構えていくと。まあ、セレンに使ってくれたら、うん。まあ、切り崩しが、効くということで。さあ、うまく、切り崩しを使っていく。これ先にラフィーンを出しておきたいですね。まあ先にラフィーンを出して、で、次のターン、デルニーを出して殴ったら、まあ2回、能力が誘発していくと。まあただ相手フェアリーデッキなんで、うん、まあカウンターを構えていそうな感じがするということで、一旦、まあそのまま殴ってみますか。まあこのターンはラザーブプラス、喉首狙いというね、動きもできるということで。さあ、ラフィン殴っていく。お、ただここをアンタップで、ブロックをしていく判断。うん。どうするかな。まあいろいろと対処手段はありますが、まあ A ガンジョを使っても良さそうですね。まあブロックさせてから、A ガンジョを使っていきましょう。まあ、結局三々が残ってるとだいぶねきついということで、さあここはもう4マナを使ってフェアリーを対処していく。でもこれ次のターン5マナあるんで、はい、まあこれはしょうがないですね。デルニープラスラザーブという動きができますね。さあ相手1マナだけということで、まあカウンターはないでしょう。さあこのデルニーが生き残ってくれるとありがたいですが、まあ、切り崩しがね、当たってしまうのが、ちょっとね、使いにくいところではありますよね。まあ、基本的にはデルニー出して、もうそのターンに、能力を使っていきたいという感じではあるんですが。お、さあ、ただここは、ラザーブの方を除去っていく。ティッシャーノもいいんですが、まあ、能力を誘発させたいのと、あとは、まあ、相手がカウンターを構えていそうということで、ミシュラランドで行きましょう。これもね、2回誘発するんですよね。さあ、シズトークンが2つ出て。で、このターンは別に、喉首を構える必要もないということで、デルニーをでかくしていきましょう。特目もらってていいですね。で、デルニーに関しては、まあ、でかくしても OK なんで。さあ、4-4まででかくしていく。これで一応、切り崩しを引かれても対処はされなくなりましたね。さあ相手、長方ランド。相手結構テンポデッキっぽいんで、長方ランドを使う、まあ理由がね、どっかにあるとは思うんですけど、今のところシナジーは見えないですね。さあ、骸骨の事件。アンブロのやつですね。ティッシャーナ構えていきたいんで、このターンは、メシュラランド起動せずに、
まあ、のどくびと、剣の特目構えていきますか。この21トークンが、死んだら解明していく形ですね。まあ、ただ、ティシャーナ構えてれば、何でもなりそうかなと。さあ、デルに殴って、12点まで削っていく。まあ、基本的にはこっちの方が、有利な感じではありますね。さあ、特目止まってくる。かき消し。はい。これはカウンターを2枚使う感じですかね。まあ別にカウンター2枚使うのであれば、全然消されてもいいかなという感じではありますね。どっちかというとティシャーナとかを消される方がきついんで。さて、まあ、ここも、ティシャーナ構えていきましょう。相手の動きに合わせて多分行った方が、強い盤面ということで。さあ、解明は、このターンの、ここで、投了ですね。じいじ。まあ一応エンチャントが見えたんで、ロラン入れていきますかね。まあただエンチャントに多分頼ったデッキではないんで、1枚ぐらいでいいかなと。でまあ一応カウンターが結構多そうなデッキなんで、まあ重たいアクションは減らしていいかなという感じですね。でまあ、重たいとこ抜いてるんで、土地1枚抜いて、ティシャーナでも入れますかね。まあ一番使いやすそうかなと。これで行きましょう。さあ1試合目勝って2試合目。3マナ行きが多すぎますが、まあ後手ということで、なんか引くでしょうキープですね。さあ相手は青黒ランドから。島で構えてくる。まあカウンター構えか、止まってきてるんで、フラッシュ生物も持ってそうな感じですね。さあ、ここでも止まってくる。カウンターもあるかな。あー、なるほど。そういうカードも入ってると。これはラフィーンを抜きましょう。ラフィーン抜いて、のど首を使わせていきたいですね。のど首使わせたら、このデルニーとかが生き残りやすくなるんで。さあ、ここはタップインから。まあ、一旦のど首を打ちたいという感じですかね。まあ、先にのど首打ってくれると、はい、ありがたいですね。まずはこれ、放浪者からですね。放浪者出して、デルニーを出して殴ることによって、まあ、能力が2回誘発していくと。おっと、ただ、これはトップからのど首2枚目を、引かれていると。さて。まあであれば、ラフィン行きましょう。さあ、カウンターはなし。一応ラフィンもね、このデルニー2回誘発していくんで。さあ、ラフィンから殴ってくる。1枚ルーティング。今のところ、どうですかね。なんか普通のエスパーに、まあ新カードを、いろいろ入れた感じですかね。一応書き消しケアして、デルに出していきましょう。さあ、止まってきているので、除去あるんかな。ああ、なるほど。打ち消されない除去ですね。さあ、こうなるとデルに単体になってしまったので、何かしらのカードを引いてこないと、まあ、ミシュラランドでしか使えないですね。さあ、ラフィン誘発。うん。まあ、長い分かりは確かに、対エスパーでいいかもしれん。さあ、5点入って残り11点まで。からの骸骨。ちょっと、ライフがきつめではありますが。さあ、殴っていく。何かしらのカードを引かないと結構きついんで、ラフィーン出して、ブロッカーになって、で、まあ次のターン一応、まあ相手のラフィーンも、除去ることができるという状況ですね。さあ、ラフィーン。防御3で、まあかなりでかくなっていく。
土地土地。お、仮面舞踏会。なるほど。一応これラフィーン出していくんですが、止まってきてるんで、除去を持ってる可能性はだいぶ高いですね。さすがに、お、サイクリングか。まあ、まだワンチャンはありそうですが、さあ、この除去が通るかどうか。アップキープにラフィンに打っていく。ただ相手止まってきてるんですよね。お、なるほど。これでも精霊炎ぐらいしかないですよね。うん、まあまあまあ、4マナ使って精霊になっただけなんで OK でしょう。ただちょっとまあライフはね、かなり詰められてしまいますね。これトップに置いてくる。なるほど。さあ、おそらくラフィーンを、お、出るに落とす。なるほど。一応飛行ブロッカーになるんで、これは、デルに出して、ティシャーナ構えていきますか。骸骨事件の、まあ、サーチを消したいかなと。さて、まあ、このターンはブロックブロックできるんで、なんとか。え、威迫か。まあこれはしょうがない。新カードあるあるですね。まあただかなりね、押されてたんで、まあ大体負けてそうな感じではありましたが。さて、相手のデッキ、まあ普通のエスパーっぽいんで、ドレッドを入れていきましょう。で、特目よりもどっちかというと、まあアクロゾズの方が使い勝手が良さそうかなと。うん、まあこんな感じでいきますか。さあ1勝1敗で3試合目。これまたね、2マナ以下のクリーチャーがいないということで、なんともですが、まあ一旦切り崩しからの、ラフィンドレッドとつながっていくハンドではありますね。2マナ以下のクリーチャーさえ引ければ完璧ハンド。あ、クロスズ。うん、まあ、こうなったら相手に先にクリーチャーを出してきてほしいですが、まあさすがに構えてくると。まあ一旦カウンターを使わせるしかないですね。まあただ相手カウンター持ってない可能性もあるんで、まあ持ってると。うん。まあただこれで、ドレッドは通りやすくなりましたね。相手エスパーということで、構えてくる。これはね、ドレッドを通したいんで、先にラフィーンをキャストしていきましょう。ラフィーンにカウンター使ってくれたら、もう、ただカウンターないですね、これ。ドレッドが、まあ、だいぶ通りやすい状況ではあるかなと。のど首。うん。さあ、これでカウンターも構えられなくなっているので、ドレッド出していきましょう。で、さらに相手のど首も使ってるんで、まあ生き残る可能性は結構高くなりましたね。で、さらに、アクロゾスも待ち構えていると。ラフィーン、うん。結局ね、エスパーはこれですよね。ラフィーンに対して、このドレッドが完全なる回答になるんで。さあ、精霊を出していく。さて、ラフィーン。切り崩しプラス、ラフィーンで行くか、まあ、もしくはアクロゾズで行くか。先にアクロゾズでもいいかな。カウンターされないうちに出して、行きたい感じはありますね。で、一応、フォローケアでドレッドは殴らない。このエスパーミラーだとね、このドレッドを生き残ってる方が相当有利なんで、まあ、除去られるリスクを、負わないという形ですね。で、さらにこのラフィーンに対しては、このアクロゾズも強いということで、まあ、相手からすると結構厄介な盤面ですね。さあ、相手地図トークンを起動。
まあフェアリーでどんどん殴っていこうと。まあなんだかんだかなりでかいですからね。ただまあこちらもライフゲイン手段がかなり豊富ということで、骸骨事件を出していく。ただフェアリーがブロッカーになるんで、そこだけちょっと厄介ですね。長い別れ。うん、さあ残り9点、一応6点ゲインまでは見えてますが、ラフィン出していきましょう。フェアリーで、一応これブロックできるんですけど、まあそれでも殴りたいですね。アクロソスは別に、もう一回ね、戻ってくることができるんで、お、出るにいいですね。さあ、さらに2点ゲインから、で、5点ゲインまで、可能ですね。さあ、フェアリーアンタップして、まあ一方を取られてはしまうんですが、ただ、このアクロソスは、もう毎ターンのように戻ってきますね。さあ土地になってから、切り崩しで、まあラフィンは先に対処していきましょう。まあカウンターも入ってるデッキということで、土地は置いておきたいですね。これでまあ、次のターンデルに出しながら、アクロゾスもう一回ね表面にすることができるので、さあ残り10点で、さらに次のターンは、デルニーでね、このラフィーンの能力も、どんどんと誘発していきますね。これは、スルーで、OK ですね。解明されたくないということで、解明からの、何か、解決策を持ってこられるのが、嫌っていう場面ですね。ということで、デルニー出していきましょう。まあ、ただ相手構えてるんで、さすがになんか持ってそうな感じではありますが。さあ、デルニーはとりあえず通っていく。一旦コウモリ殴ってみますか。まあ、相手フェアリーがいるんで、チャンプアタックにはなるんですが、まあ、ラフィンで、2枚ルーティングして、何かしら引いていきたいですね。まあ、さらに4点ゲインもできるということで。ただ、土地土地土地。まあ、これは、しょうがないですね。さあ、4点ゲインからの、お？あえてセイレーンで、ああ、なるほどね。ただ、まあ、ラフィンが出てくるだけなんで、OK でしょう。まあまあまあ。どうなんですかね。4マナ使ってラフィン出てくるだけなんで、全然、OK かなと。さあ、そしてアクロゾスがまた戻ってくると。どっちかというとなんかあれですよね、あの集団失踪とかに対応して出していきたい感じのカードな気はしますね。さあ、さらにラフィンでルーティング。お、なるほどね、アトラクサ入ってるんだ。このアトラクサはもう完全に舞踏会でしか出せないアトラクサですね。もしくは、まあこれ以外にもリアに入ってるんですかね。なるほどね。舞踏会、これ構えられてると結構きついですが、お、ただここ3マナ構えになるんで、トップは舞踏会。たださすがに、ミシルランド起動して、フルパン、4体殴れるかな ?4 体殴って、アクロゾスジャンプ、2、3。ドレッド以外アタックかな、ブロックブロック。うん。ドレッドはこれ残ってた方がいいんで、ドレッド以外アタックですね。いや、どうかな、フルパンでもいいんかな、殴るとこまで行くと、アクロゾス、能力誘発して、まあ、さすがに行けそうか？
さあ、アクロゾズをで隠していく。相手は土地か。お、喉首引く。これはさすがに、さすがに。なんかすごいことになってますが。さあ、もう一回誘発。ただ土地まみれ。一応これね、アクロゾズ7になったんで、まあ、フェアリーもチャンプブロックになりますね。で、セイレーン除去ったら、ブロックブロックで、いや、3点しか通らんのか。微妙だな。いや、使わなさそうですね。相手のそのトップがもう分かってるんで、ここは別に何もしなくていいですね。そのままやってれば勝てる状況。多分相手積んでるかな。ラフィンで何か探しに行けない状況ですし、舞踏会だとまあ負け確な感じですね。うん、まあトークンが死なないと解明もできないということで、さあ3点通って残り3点で2点ライフルーズから、もうトップは仮面舞踏会なので殴れなくて対処もできないので、もう負け確ですね。ジジ出るに良かったですね。さあやっていきます。こちら先手、これはまあいいハンドですね。まあミシュラランドを処理して、で2ターン目フラッシュ生物から入っていけると。さあ相手はまあおそらくラクドスですね。まあラクドス相手は、まあ黒幕もマルコムも除去られるでしょう。はい。お、ただ喉首を使ってくれる。これはまあありがたいですね。まあ一旦黒幕構えてラフィンですね。ああ、ただ説教者。まあ、ワンドローはさせても別にいいですが、おっと、ティシャーナ引いてくる。先にティシャーナでもいいですね。ここは、一回殴って、で、ティシャーナで、まあ、能力を失わせていきましょう。まあ、ドレッド出てきても、喉首でね、対処はできるんで。ん?ここに喉首。なるほど。まあ、このターン、何もなくても、ドローはないんで、まあ、トークン誘発ですね、これは。さあ、ただの、バニラ24にしていく。ということで、ラフィン行きましょう。さあ、アタックからの、一応、切り崩すケアで、4-3にしていきましょう。で、まあ、一応、4-3だと、まあ、ブロッカーに回ることもできますね。さあ、5マナから、ドレッド。うん。まあ、ドレッドはしっかりと、対処していくと。さて。まあ、だいぶ回りはいい感じですね。さあ、アタックから、今度はラフィンを隠していく。さすがにどっちとも欲しいかな。うん。まあ、土地土地で、いいでしょう。切り崩しこそ当たってしまいますが、さすがに説教者とフォローの方が強い。最低6マナカルノサウルスが出てくる可能性はありますが、うん。さあ76からの、コウモリ強いですね。強いけど残り9点土地。まあミシュラランドも殴っていきそうですね。フルパン、ティシャナ以外は殴る感じですね。相手カルノサウルスもこれ多分ブロックしないとかなりきついと思うんで。さあラフィンをで隠していきましょう。おお、いいですね。このターンコウモリ出すかな。そのカルノサウルス2連打が多分一番きついんで、コウモリとブンパ捨てて、で、土地置いてコウモリ出す。かな。多分それが
一番良さそう。さあ、これはもうブロックするしかないでしょう。まあ、コウモリ、いや、どうかな。コウモリもなんかブロックしそうですけどね。残り9点。さあ、お、スルーを選択。これはもう積みそうですが、さあ、コウモリ。はい。さすがに、残り2点。うん、ここで投了と。じじ。まあ、相手発見ラクドスということで、ティシャーナを追加で入れていきましょう。で、まあ、なんだかんだ、ストロークは刺さるんで、入れておきたいですね。うん。まあ、こんな感じで、いきますか。さあ、一歩目勝手に試合目。まあ、キープできるハンドですね。さて、どう？コウモリコウモリ。いいですね。あー、これあれか。先にラフィンを行った方が良かったですね。このターン、多分ね、このコウモリ出した方が良かったんで。まあ、こうなったら、デルニーから行くパターンになりますね。まあ、ただこのターンは、先に、コウモリ。さあ、コウモリから、あー、そういうパターンか。3ターン、何もなくて、何かと思ったんですが、もうこの、発見連打パターンですね。さあ、まずは鑑定士から、切り崩し引いてくる。うん、なるほど。これはどうするかな。さすがに、ラフィーンから行くか。ラフィーンから行って、で、次のターン、その、相手多分、鑑定士来ると思うんで、デルニーからの、コウモリとラフィーン、2回誘発ってしていきたい、かなと。おっと、ただ、ここで、ドレッドをトップしている。これ、一気にきつくなりますね。デルニー2回誘発するんですけど、2枚ドローしたくないんで、あえてここは出さずに、先にラフィンでアタック。除去は引かず。まあ、デルニーから、なんとか耐えるしかない。さあ、コウモリで、2枚抜いていく。これは、相手ハンドが相当強いですね。一応これで、なんとか耐えていきたい。このコウモリ2枚半ですって、さすがにずるいですよね。さあ、相手これでブンパーしかないんですが、ほう。2マナ半です。まあ、クリーチャーしか抜けないんで、マルコムかラザーブ。ラザーブを抜いていく。なるほど。これなんか最近たまにサイドに入ってますよね。これどうするかな。正直デルニー相打ちでももう十分仕事果たしてるんですよね。9点入るのはさすがにきついんで、一旦相打ち取っていきましょう。ドレッドでね、追加2点発生するんで。いやー、これいけるか。うん。ティシャーナか、のど首を探すしかないですね。まあ、2体行くか。うん。さあ、まあ一応コウモリでかくなっていくんで、ただ除去引かず、ストロークどうかな。いや、マルコムにするか。その、ギックスの残虐引かれるのが多分一番今きつい状況なんで、さあ、3点ゲインはしていくんですが、これはね、もう、ミシュラランドでチャンプするしかないですね。相手、ミシュラランドもあるんで、はい。8点クロック。まあ、ドレッドをチャンプですね。除去持たれてたら、まあ、負けるんですけど、それはしょうがない。さあ、ルーティングでどんどんと、ライフを、回復されていく。さあ、なんとか耐えてはいるが、
次のターンあたり引けないとちょっとさすがに厳いですね。お、ようやく引いてくる。まだなんとかあるか。ドレッドザキョって2体で殴る。まだいけるはず。4点ゲインして残り7点。うん、いけますね。相手手札0なんで、まあ分派でドローはされるんですけど、どっちかというと、もうどんどん殴って、コウモリでかくしながら手札を整えた方が、まだワンチャンありそうですね。さあ、2体アタックから。お、喉首。これ、でかくしないと、あれなんで、まあ割り切るしかないですね。さあ、喉首構えて、ターンを渡していく。相手も多分これ、種がね、切れてるんで。いや、ラフィーンがね、生き残ってたら、多分いけますね。すべてはこの、デルニーからの、2枚ハンデスをしてくれた、コウモリのおかげで、生き延びてると。さあ、4点入って残り4、3点まで。全然ワンチャンある。そしてストローク。いや、いけますね、これ。コウモリさえ除去られなければ。ただ、土地。まあ、ミシェルランド出していきましょう。さあ、7対7。だんだん逆転が近づいてきましたね。ただ、同点のこの、説教差は強いですね。ただ相手は4点ずつしか入らない状況。こっちは6点以上入れながら、まあ4点以上ゲインができると。ここで相手除去引けなかったら、逆にこっちが勝てる状況ですね。4マナ以上のカードは、ストロークで弾くことが可能。さあ。まあ、コウモリ次第ですね、これは。さあ、何か引いたのかどうか。4点到底残り3点。さあ、何を引いたか。4マナ以上のカードの場合はこっちの勝ち確。ここで投了と。いや、デルニーのおかげですね、これ。随時。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。